でこれ自体は基本コンセプトはもう湾曲のリップでもうどっしり噛む。でこのボディに対してはもうマックスの引き抵抗だから、もうウォーブリングがもう極力強い、ブブブブブブって。だから小型だから強くする、要するに大きくて強きゃただの強いルアーなんだけれども、小型で弱ければ今度弱すぎるルアーになって、で小型で強いからこそ魚が見つけ、なおかつ速攻で見つければ食べちゃうっていうルアー、それがこの手ですよね。だからレンジはシャローなんだけれども、シャローにバスがいればもう本当に射程距離っていうことで、だ要はシャローにいるかいないかで全てが決まる。だから特に春先のプリスポーンからポストスポーン、いわゆるアフターにかけての魚には最も効果絶大、もう間違いなくシャローに入る時期だから、そういう魚を狙うにはもうもってこいですね。で僕的な使い方で言えば、ショット自体は結構派手めの色をチョイスする。なんでかっていうと、小さいから、小さいから派手でいいよと。だからショットのカラーラインナップっていうのは他のクランクベイトよりもさらに派手な色が入れてあるんですよ。よし、ショットの魚リーディングで食べたね。こうまだはたきを全部はたき終わってない魚ですよ。だからこういうスローダウンした状況っていうのはやっぱりこういう小さめで食わすと。